暑いですね。ついにこの日が来たなって感じですね。アーティストの皆さん、スタッフの皆さんのためにも、最後まで楽しくやりたいと思います。そしてファンの皆さんのために。気持ちいいです。最後思いっきり自分たちが楽しませてもらいます。とりあえず楽しみたいです。かっこいいライブやりたいと思います。昼間の野外っていうのもありまして、最初から最後まで、すごい印象的な一日で、一日でしたね。まあ、20年、20周年ってことで一つ区切りができたかなっていう、思いですね。酔っ払いましたね、気が続いたら。楽しかったです。いろんな人が集まってくれたし、そういう分では20年やったんだなみたいな、そういうのありましたよね。ただあまりにもあそこでなんか楽しすぎちゃって、普通のツアーに入った時になんかギャップっていうか、そういうのがちょっとあって、普通にこう冷静に戻すのが大変でしたね。まずやっぱりスタッフに感謝ですよね。普通周りの話を聞くと、例えば同じステージ上にあれだけの数のバンドが出るっていうのはもう多分滅多にないと思うんですよね。その短い時間でっていう、例えばオールナイトみたいにやったら可能かもしれないんだけど、本当にそのスタッフ、まあ、戦車の人にもそうなんですけど、本当感謝したいなっていうのがあって、さよなら悲しかった、なんか充実感と、なんか台風とかもあっていろいろそういう風な前の日とかとすごかったんで、本当にその終了してよかったなって、終わって無事終わってよかったなっていうのがありましたけど、まあ、なんとか成功したかなっていう、まあオーバーですけど、この20年分の疲れが出たというか。それは言い過ぎなんですけども、やっぱり一日、その、まあ、具体的には頭から清春君とスタートできて、でその間ちょっとやっぱり楽しんでは いたんですけど、張り詰めてる部分もあって、もう終わった時はもうなんか不思議な変な疲れ方してました。終わった瞬間ですか。ああ終わっちゃったとか言ってですね、なんかあまりにも重いのが早かったって印象がすごく、なんかすごい早く終わっちゃったなっていう印象が、だから楽しかったんだろうなっていうのがあるんですけどね。やっぱりで、あとはまあすごく感動したというか、なんか夢のような一日でしたかね。